ポセイドンとの戦いが終わり、平和が訪れたかと思われた地上世界。だが、新たな、そして真の危機が訪れようとしていた。ついにこの時が来たか。243年間、わしはこの五老峰の大滝の前に座したまま、一歩も動かず監視し続けたが、それも、もう終わりのようじゃ。ここから西へ千キロの彼方の秘境、そこには全聖戦においてアテナが邪悪を封じ込めた巨塔がそびえ立っている。だがそのアテナの封印ももはや効力を失う時が来たのじゃ。今こそその封印は解ける。そして冥王ハーデス率いる108の魔聖が闇の底からよみがえる。この地上を暗闇と恐怖によって支配するために。だがアテナとアテナを守るセイントがいる限り、ハーデスたちの思い通りには決してさせん。新たなる聖戦が今再び始まるのじゃ。死の国の戦士、非常事態が発令され、守りを固めるサンクチュアリに奇怪な現象が起こっていた。異霊地に眠るセイントたちの墓が内側から崩したように荒らされ、兵士たちが亡霊のような敵に襲われたのである。そして第一の級白妖級を守るゴールドセイントムーの前に、ボロ布をまとった謎の男が現れたのだった。幾重にも張り巡らせた結界を越え、この12級の入り口まで忍び込むと、まさしく老師の恐れられていた通りの事態になった。そこで止まりなさい。それ以上進むとあなたの命の保証はできません。見忘れたのか、ムー、この私の顔を。何？あなたは？ムーよ、お前に命令する。12時間以内にアテナの首をここへ持ってくるのだ。いかにあなた様のご命令といえども、それだけは。バカめ、このお方に従わぬことがどれほどの罪悪かよく分かっていよう。そうだぞ、ムーよ。何？お前たち、キャンサーのデスマスク、ビスケスのアフロディーテ、未だに成仏できず死霊となってさまよい出たか。死霊ではない。俺たちは冥王ハーデス様に忠誠を誓い、新たなる命を与えられたのだ。さあムー、そこをどけ。もはやお前では話にならん。アテナの首は俺たちが取ってきてくれるわ。どかぬというのなら力ずくで従わせるのみよ。仕方があるまい、やるか。
ゴールド戦記の使命は何とにも砕けぬ。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ラウンド1ファイト。なぜお前たちがゴールドクロスを誘っているのか。メーカーの宝石のように黒く光り輝くその感じは、いわば死の国のクロス。やるじゃない。さあプリンス、ジーオーハーデス様に忠実なる死の国の戦士。やるじゃない。スペクターの証を。命と戦いハーデスの倉庫になり下がり、アテナのお命まで狙いに来ると。それでもかつてはアテナの戦意とか。恥を知れ。黙れ。この世で肉抜くと生を貪っているお前に死の世界の恐怖は分からない。アニアンドーズ、アニアンドーズ。これからですよ。やるじゃないか。アニアンドーズ。なかなかやりやすい。甘いぞ。アニアンドーズ。ロイヤルレモンドーズ。何？覚悟はできましたか？やるじゃないか。前をクロバラ。不満に合わせます。このアフロディーテが粉砕してくれる。触れるものさ。ラウンド2ファイト。何？やるじゃないか。ロイヤルレモンドー。何？そこをどけ、ムーよ。やるじゃないか。お前はあのお方に逆らうつもりか。あのお方に逆らうことが私には決してできはしないから。お前たちまで肩が通ると思っているのか。やるじゃない。いい加減にせぬか、ムーよ。この二人は私に従ってきたもの。お前のしていることは全て私の。スターライトエキスティンクション。に眠りなさい。ウィナー。さあ舞い戻れ死の国へ。ゴールドセイントの名に恥じぬ戦いができたようです。その二人に剣を向けることは私自身に向けることだと思え。さあいい加減にそこをどけ、ムー。この白妖球を敵から守るのがアリエスのムーの使命。たとえ殺されたとしても押すわけにはいかん。ならば望み通り殺してくれるわ。死ね、ムーよ。待て。セイ。ムー、どうしたんだよ一体。デスマスク、アフロディーテ。これは夢か、それともこいつらは幽霊なのか。ムー。幽霊ではありません。冥王ハーデスの戦士、スペクターとして蘇ったのです。ハーデスのスペクター。ハーデスこそアテナを倒すべき真実の敵。ハーデスとの新たなる聖戦のためにアテナ、
私たち戦意とこの時代に生を受けサンクチュアリに集ったのです。だからポセイドンが復活した時もゴールドセイントたちはサンクチュアリから動かなかったのか。だったらムー、俺も戦うぜ。それは無用です。今すぐ帰りなさい。え、ここはもはや君のようなブロンズセイントの来るところではありません。立ち去らない。アテナの名のもとに死を与えます。死？これはアテナのご意志なのです。嘘だ。俺たちはアテナのセイントなんだぜムー。これは何かの間違いだ。沙織さんにアテナに会わせてくれ。やかましい。お前たちはもう用済みなんだよ。さあ早く消えろ、ブロンズのクソガキに。消えるのはお前の方だ。やってやるぜ。来い、デスマスク。デスマスク、本当のカニみたいにあぶく服までやってやる。早く消えろ、ブロンズのクソガキめ。ラウンドワン、ファイト。なんだそのボロクロスは。すごい修復も仕方ないとは哀れなやつ。そのボロクロスでこの俺様に勝てると思っていくか。お前を倒すのにクロスなんか関係ない。今俺はものすごく頭に来てるんだ。やってやってやりまくってやる。ドラゴンといい、ドラゴンさせといい、まったくクソ生意気だけど。赤色まだまだ。俺のコスモ捕まえたぞ。あの世へ行け。まだまだ。グピグピグピア、うがそのペース。アカビ動くなよ。アカビラウンド2、ファイト。俺のコスモ遅い。あのクソガキ、お前を冥界の穴よもって平に蹴り落としてやるぞ。その穴に逆戻りするのはデスマスク、お前だ。バカめ。待て、デスマスク、本当のカニみたいにあぶく服までやってやる。上手に乗りやがって。お前を明日休みにあげてやる。赤色明快犯。何でしたブロンズのガキが。おっとと失せろ。ウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。とどめだ、デスマスク。どうして俺に攻撃を。言ったはずです、早々に立ち去らねば死を与えると。俺はもう
アテナのセイントとして用済みなのか。セイヤ、安らかに眠りなさい。いいですね。待て、ムー！スターライトエクスティンクション！消えた、セイヤの体が。ムーよ、スターライトエクスティンクション、相変わらずの恐ろしさよ。だが私の目までごまかすことはできぬ。ペガサスをどこへ飛ばした？どことおっしゃられる？死の国以外に行く先はありません。まあよかろう、たかがブロンズの子供一人。デスマスクにアフロディーテよ、アテナの首を取ってまいれ。言ったはずです。この白妖球を死んでも守るのが私の使命だと。この二人を通すわけにはいかない。なんだと？このムー自らが引導を渡してくれる。貴様などに死の世界の恐怖が分かってたまるか。ラウンド1ファイト。まだ分からねえか。その者たちに剣を向けるということは私への反逆になるということが。これが七つの反逆というのは。ムー、死をまで償いましょう。です、デスマスク、アフロディーテ、お前たちだけは絶対に許さん。許さんだと？どう許さんというのだ、ムー。聖の欲望のためよ、忠誠を誓い、アスカの王室を狙うとは言語道断。私の手に命令に送り返す。ムー、俺の身の執事のごとく常に優雅な微笑みを絶やさなかったムーが初めて牙を剥くのか。覚悟はできましたか？ターライトエクスティンクション。安らかに眠りなさい。ラウンド2ファイト。クリスタルオーズ。汚れ切った魂のお前を強くにとどめておけるものか。このムー自ら引導を渡してくれる。アリエスのムーの本気ってことか。クリスタルウォー赤色メルカリ派。アダプトレボリューション。捕まえたぞ。あの世へ行け。なかなかやりました。捕まえたぞ。あの世へ行け。なかなかやりました。これ以上はやるな。今ならまだあのお方に許していただけるぞ。ね、ここで蘇りし汚れた魂。まず戻って死の国へ。ここで
できましたか。死ぬターライト、エキスティンクション。安らかに眠りなさい。ウィナー。さあ、舞い戻れ、死の国へ。これに満足せず、もっと精進いたしましょう。さあ、お前、舞い戻れ、死の国へ。アライト、エクスティンクション。なに？わあ！デスマスクにアフロディーテ、お前たちの肉体は完全に消滅し、死の国へ逆戻りした。ゴールド戦士の誇りを忘れ、アテナのお命を狙った報いだ。もう二度とこの地上に戻ることはできない。ムーよ、愚かなのはむしろお前の方だぞ。その二人を消したところで戦いが終わるわけではない。むしろお前にとって辛いことになっていくのがわからんのか。お言葉ですが、それでも引くわけにはいきません。ハーデスク、108人のスペクター全て片付けるまでは。108人のスペクターのことではない。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。